します。はい、よく来てくださいました。どうもどうも、ようこそ。どうぞ。はい、ありがとうございます。よく来てくださいました。寒がんしたべ、はい、寒かったべ。元気に入れてもいいよ、うん、ね、熊の手、わかる？熊の手、うん、全部こうバラバラに全部水回すのね、うん、そうそうそう、あ、いい手継ぎだよ。だいぶ水っぽくなったのわかるでしょ。この辺がパサパサでしょ。だからそれ全部同じような形にする。ここ、こう練ってみるよ。今度はこうしてギュッとこう転がすような気持ち、こうで。そうするとね、この手の感覚でここがスルッとなったのが上がるよ。はい、力入れて押してみて。最初よりつるんとしてきた感じしない？これ、はい、手触り、うん、これを潰しながらこうして広げていく。まだほら、こういう感じ。こうしてね、こっからこう手入れでこう、これを揃いながら引っ張りますよっていうのをこうして、はい、OK。 ポットン、この下ろした瞬間にこれをちょっとお刺さるごったよ。ほら、なってくからさ、切り割りの頃上手、ほら上手になってきた。ちょっと包丁上げないとここがめぐれてる。めぐれるってのはがねえかな、あれ。包丁がね、これ難しい。見られてると思うから包丁が恥ずかしがるのよ。そばはね、この辺では畑が多いので、はいはいはい、だからね、こういうおそばを作ってるのよ。おそばの実って見たことある？はい、ないです。はい、これこれ、これ、うん、これがね、おそばなんだよ。で、うん、本当の実のほら、こういう三角、うん、うん、これがね、このおそばになるのさ。粉にすればね、はい、うん、これはね、お醤油で作ったタレ、タレ、うん、はい、私は醤油も作ってんだよ、はい。初めてにして上手だよ、はい、初めにして上手だよ。食べてみて。いただきます。どうぞ。おいしい、おいしい、おいしい、よかった。これはね、こういう竹で編んだザルに入れて冷たいので食べるからザルそばって言うんだよ。美味しいです。うまい。ちゃんとできたでしょ。ありがとうございます。